温泉だより芥川龍之介私はこの温泉宿にもう一月ばかり滞在していますが肝心の風景はまだ一枚も仕上げませんまず湯に入ったり講談本を読んだり 狭い町を散歩したり、そんなことを繰り返して暮らしているのです。我ながらだらしのないのには呆れますが、作者中、この間に桜の散っていること、石礼の屋根に来ること、射的に七円五十銭使ったこと、田舎芸者のこと、安来節芝居に驚いたこと、 わらびがりに行ったこと消防の演習を見たことガマ口を落としたことなどを記せる十数行ありそれからついでに小説じみた事実談を一つ報告しましょうもっとも私は素人ですから小説になるかどうかはわかりませんただこの話を聞いたときに ちょうど小説か何か読んだような心持ちになったというだけのことですどうかそのつもりで読んでください何でも明治三十年代に萩野半之丞という大工が一人この町の山寄りに住んでいました萩野半之丞という名前だけ聞けばいかなるやさ男かと思うかもしれませんしかし 身の丈六尺五寸、体重37時間というのですから立山にも負けない大男だったのですいやおそらくは立山の一中を揺するくらいだったのでしょう現に同じ宿の客の一人名のさんというこれは国木田どっぽの使った国粹的省略法に従ったのです薬舟問屋の若主人は 子供心にも大筒よりは大きいと思ったということです同時にまた顔は稲川にそっくりだと思ったということです飯能城は誰に聞いてみてもごく人のいい男だった上に腕も相当にあったということですけれども飯能城に関する話はどれも多少おかしいところを見るとあるいは あらゆる大男並に相見に知恵が回りかねという趣があったのかもしれませんちょっと本筋へ入る前にその一例を挙げておきましょう私の宿の主人の話によればいつか木枯らしの激しい午後にこの温泉町を五十個ばかり焼いた地方的大火のあった時のことです 半野城は、ちょうど一里ばかり離れた、彼の地村のある家へ、建前か何かに行っていました。が、この町が火事だと聞くが早いか、尻を走る馬も惜しいように、同じ街道へ飛び出したそうです。すると、ある農家の前に、栗毛の馬が一匹繋いである。それを見た半野城は、後で断ればいいとでも思ったのでしょう。 いきなりその馬にまたがってシャニムに街道を走り出しましたそこまでは勇ましかったのに違いありませんしかし馬は走り出したと思うとたちまち麦畑へ飛び込みましたそれから麦畑をぐるぐる回る鍵の手に大根畑を走り抜けるみかん山をまっすぐに駆け下りるとうとうしまいには芋の穴の中へ 大男の半野城を振り落としたまま、どこかへ行ってしまいました。こういう災難にあったのですから、もちろん火事などには間に合いません。のみならず、半野城は傷だらけになり、会うようにこの町へ帰ってきました。何でも後で聞いてみれば、それは誰も手のつけられぬ目倉馬だったということです。 ちょうどこの大火のあった時から二三年後になるでしょう小野寺町の田野寺病院へ半之城の体を売ったのはしかし体を売ったといっても何も昔風に一生暴行の約束をしたわけではありませんただ何年かたって死んだ後死体の解剖を許す代わりに五百円の金をもらったのですいや 五百円の金をもらったのではない。二百円は死後に受け取ることとし、差し当たりは契約書と引き換えに三百円だけもらったのです。では、その死後に受け取る二百円は、一体誰の手へ渡るのかというと。何でも、契約書の文面によれば、遺族または本人の指定したるものに支払うことになっていました。 実際またそうでもしなければ残金200円云んは空分に終わるほかはなかったのでしょう何しろ半の丞は妻子はもちろん親戚さえ一人もなかったのですから当時の300円は大金だったでしょう少なくとも田舎大工の半の丞には大金だったのに違いありません半の丞はこの金を握るが早いか 腕時計を買ったり背広をこしらえたり青ペンのお松と小野寺町へ行ったりたちまち豪車を極め出しました青ペンというのはトタン屋根に青ペンキを塗ったラルマジ茶屋です当時は今ほど東京風にならず軒にはヘチマなども下がっていたそうですから女も皆田舎じみていたことでしょうがお松は 青ペンでもとにかく第一の美人になっていましたもっともどのくらいの美人だったかそれは私にはわかりませんただ寿司屋にうなぎ屋を兼ねた小野寺邸の女将の,の話によれば色の浅黒い髪の毛の縮れた小柄な女だったということです私はこのばあさんにいろいろの話を聞かせてもらいました 中んずく妙に気の毒だったのはいつもみかんを食っていなければ手紙一本書けぬというみかん中毒の客の話ですしかしこれはまたいつか報告する機会を待つことにしましょうただ半野城の夢中になっていたお松の猫殺しの話だけは付け加えておかなければなりませんお松は何でもサンタという カラス猫を飼っていましたある日そのサンタが青ペンの女将の一長らの上へ粗相をしたのですところが青ペンの女将というのは元来猫が嫌いだったものですから苦情を言うの言わないのではありませんしまいには飼い主のお松にさえさんざん悪態をついたそうですするとお松は何も言わずに 三タを懐に入れたまま彼の川の木の字橋へ行き青々とよどんだ淵の中へカラス猫を放り込んでしまいましたそれから先は誇張かもしれませんがとにかく婆さんの話によれば発当人の女将はもちろん青ペン中の女の顔を耳ずばれだらけにしたということです飯の城の豪奢を極めたのは せいぜい一月か半月だったでしょう。何しろ背広は着て歩いていても、靴の出来上がってきた時には、もうその代も払えなかったそうです。下の話も本当かどうか、それは私には保証できません。しかし、私の髪を仮に出かける、負の事件の主人の話によれば、靴屋は、 半の城の前に靴を並べ、では、棟梁、元根に買っておくんなさい。これが誰にでも履ける靴ならば、私もこんなことを言いたくはありません。が、当領、お前さんの靴は、仁王様のわらじも同じなんだから、と頭を下げて頼んだということです。けれども、もちろん半の城は、 もとねにも買うことはできなかったのでしょうこの町の人々には誰に聞いてみても飯の丞の靴を履いているのは一度も見かけなかったと言っていますからけれども飯の丞は靴屋の払いに不自由したばかりではありませんそれから一月と経たないうちに今度はせっかくの腕時計や背広までも売るようになってきましたでは そのお金はどうしたかといえば前後の分別も何もなしにお松につぎ込んでしまったのですがお松も半の上に使わせていたばかりではありませんやはりおのじのお上の話によれば元来この町のだるまャヤの女は年々恵比寿公の場になると客を取らずに うちわばかりで三味線を引いたり踊ったりする。その割前の三段さえ、一時はお松には苦しかったそうです。しかし、案の定もお松にはよほど夢中になっていたのでしょう。なにしろお松は癇癪を起こすと案の定の胸ぐらを取って引きずり倒し、ビール瓶で殴りなどもしたものです。けれども案の定は？ どういう目にあっても大抵は帰って機嫌を取っていましたもっとも前後にたった一度お松がある別荘番のせがれと小野寺町へ行ったとか聞いたときには別人のように怒ったそうですこれもあるいは幾分か誇張があるかもしれませんけれどもばあさんの話したままを書けば半之丞は 作者中田園的嫉妬の漂白としてさもあらんとは思われどもこの間に割愛せざるべからざる数行ありということです前に書いた名の字さんの知っているのはちょうどこの頃の飯能城でしょう当時まだ小学校の生徒だった名の字さんは飯能城と一緒に釣りに行ったり 美の峠へ登ったりしましたもちろん飯野城がお松に通い詰めていたり金に困っていたりしたことは全然なのじさんには分からなかったのでしょうなのじさんの話は本筋にはいずれも関係はありませんただちょっと面白かったことにはなのじさんは東京へ帰った後 差出人萩野半野丞の小包を一つ受け取りました傘は半紙の一締めくらいあるが目方はバカに軽い何かと思って開けてみると朝日の二重入りの空き箱に水を打ったらしい青草が詰まりそれへ首筋の赤い蛍が何匹もすがっていたということですもっとも そのまた朝日の空き箱には空気を通わせるつもりだったと見えベタ一面に霧の穴を開けてあったというのですからやはり半之丞らしいのには違いないのですが名のじさんは翌年の夏にも半之丞と遊ぶことを考えていたそうですがそれは不幸にもすっかり当てが外れてしまいましたというのは その秋の彼岸の秋中日、萩の半野半之丞は青ペンのお松に一通の遺書を残したまま突然風変わりの自殺をしたのですではなぜまた自殺をしたかといえばこの説明は私の報告よりもお松宛の遺書に譲ることにしましょう最も私の写したのは実物の遺書ではありません しかし私の宿の主人が切り抜き帳に貼っておいた当時の新聞に載っていたものですから大体いい間違いはあるまいと思います。私義金がなければお前様とも夫婦になれずお前様の腹の子の始末もできず浮世が嫌になり揃う間死んでしまいます。 私の死骸は他の字病院へ送り、向こうから取りに来てもらってもよろしくそうろう。この契約書と引き換えに二百円おもらい下されたく、その金であの字の旦那、これは私の宿の主人です、のお金を使い込んだだけは償うように頼み入りろう。 あの字の旦那にはまことにまことに面目はありません残りの金は皆お前様のものにして下され一人旅浮世を後に半之城、お松殿半之城の自殺を意外に思ったのは名のじさんばかりではありませんこの町の町人々も、 そんなことは夢にも考えなかったということです。もし少しでもその前に前兆らしいことがあったとすれば、それはこういう話だけでしょう。何でも悲願前のある暮れ方、不の事件の主人は半野丞と店の前の縁台で話をしていました。そこへふと通りかかったのは青ペンの女の一人です。 その女は二人の顔を見るなり、今しがた、負の事件の屋根の上を火の玉が飛んでいったと言いました。すると半野城は大真面目に、あれは今、オラが口から出て行っただ、と言ったそうです。自殺ということは、この時にもう半野城の腹にあったのかもしれません。 しかしもちろん青ペンの女は笑って通り過ぎたということです負の事件の主人もいや負の事件の主人は笑ううちにも「縁起でもねえ」と思ったと言っていましたそれから幾日も経たないうちに半野城は急に自殺したのですそのまた自殺も首をくくったとか喉をついたとかいうのではありません 彼女川の背の中に板囲いをしたとっこの湯という共同風呂があるその温泉の石船の中に丸一晩沈んでいたあげく心臓麻痺を起こして死んだのです、うん、やはり不の事件の主人の話によれば隣の煙草屋のかみさんが一人当夜かれこれ十二時ごろに共同風呂へ入りに行きました このタバコ屋のカミさんは血の道か何かだったもんですから、酔いのうちにもそこへ来ていたのです。安野城はその時も温泉の中に大きな体を沈めていました。が、今もまだ入っている。これには普段マっピルまでも湯巻き一つになったまま川の中の石づ台に風呂へ入ってくる女上部も。 さすがに驚いたということですのみならず半野城は神さんの言葉にうんだとも潰れたとも返事をしないそれもまたたき一つせずにじっと屋根裏の伝統を眺めていたというのですから不気味だったのに違いありません神さんはそのために長湯もできず風呂を出てしまったそうです 共同風呂の真ん中には「特古の湯」の名前を生じた大きい石の特古があります飯の丞はこの特古の前にちゃんと着物を袖畳みにし衣装はそばの下駄の花をにくくりつけてあったということです何しろ死体は裸のまま温泉の中に浮いていたのですからもしその衣装でもなかったとすれば おそらくは自殺かどうかさえ分からずにしまったことでしょう私の宿の主人の話によれば半野城がこういう死に方をしたのはいやしくも他の次病院へ売り渡した以上解剖用の体に傷をつけては済まないと思ったからに違いないそうですもっともこれがあの町の定説というわけではありません口の悪い不の事件の主人などは すむやすまねえじゃねえあれは体に傷をつけては200両にならねえと思ったんです」と大いに遺跡を唱えていました半の城の話はそれだけですしかし私は昨日の午後私の宿の主人や菜の字さんと狭苦しい街を散歩するついでに半の城の話をしましたから そのことをちょっと付け加えましょう最もこの話に興味を持っていたのは私よりもむしろ名の字さんです名の字さんはカメラをぶら下げたまま老眼鏡をかけた宿の主人に熱心にこんなことを尋ねていましたじゃあそのお松という女はどうしたんですお松ですか お松は半之丞の子を産んでからしかしお松の子の産んだ子は本当に半之丞の子だったんですかやっぱり半之丞の子だったですな瓜うり二つと言ってもよかったですからそしてそのお松という女はお松は猪路という酒屋に嫁に行ったです 熱心になっていた菜の字さんは多少失望したらしい顔をした「半の城の子は?」「連れ子をしていったです」「その子供がまたチブスになって」「死んだんですか」いや子供は助かった代わりに看病したお松が患いついたです」「もう死んで10年になるですが」「やっぱりチブスで?」 チブスじゃないです。医者は何とか言っていたですがまあ看病疲れですなちょうどその時我々は郵便局の前に出ていました小さい2本建ての郵便局の前には若楓が枝を伸ばしていますその枝に半ば遮られ埃だらけのガラス窓の中には ずんぐりした小倉服の青年が一人ジムを取っているのが見えました「あれですよ半の城の子というのは」名の字さんも私も足を止めながら思わず窓の中を覗き込みましたその青年が片方に手をやったりペンか何かを動かしている姿は妙に我々には嬉しかったのです しかしどうも世の中はうっかり関心もできません二三歩先に立った宿の主人は眼鏡越しに我々を振り返るといつか薄笑いを浮かべているのです「あいつももう仕方がないのですよ青ペンがよいばかりしているのですから」「我々はそれから木の字橋まで 口をきかずに歩いて行きました芥川龍之介作温泉だよりお相手は久保田人士でした